蜂がいないことを願って。お、すげえ、ここすごいな、人形がやばい、人形ね、こういうふうに似てるんですけど、この高さですけど、これがすごい。え、若大将、すげえでかい、人形日立、すげえ、綺麗に残ってんな。この新聞は1969年って書いてますね。10月29日朝日新聞、ソ連チェコ新聞関係出足。成功や。この辺もなんか人形があったんでしょうね。空っぽですけど、空っぽ、これも空っぽ。おっと、これは誰かが生活した跡ですね。ライトとかもあるんで。科学の先生、科学の先生、初めて学ぶ人。うわぁ、結構残ってるもんや。1994年のカレンダーですね、11月まで。これが一番新しいかな。ここは特に聞いた。おっと、お仏壇がありました。結構残ってるな。当時のまんまね。あ、これは1995年で止まってる。2月めっちゃ続いてるって、こっちも。人見てないの。結構新しめの布団でしたけどね。結構ついてますね。あ、ちゃんと。めっちゃ続いてんねんけど。ここでご飯作ってたんか。ぽいですね。
ちにもなんか一軒あるんですよね。これ受付のなんか手渡しするとかやね。ここも同じ店やったのかな。お店っていうか病院やったのかな。違ったかな。この辺はだいぶ古そうやけどな。そうでもない。昭和45年。この辺も結構資料。持ってきましたね。何やかんや。よいしょ。いやー、よかった。持ってきました。結構薬品残ってますよね。本当にこう薬品とか資料。本当に当時のお前だ。よいしょ。匂いがね、ちょっときついですね、薬。次の、行こうとしたところはですね、かなり超有名なところに、行こうと思っております。はい。ではお楽しみに。ではご視聴ありがとうございました。